皆さんこんにちは、わらとしひろです。今日は何のお話をするかというと、スキンヘッドにしてから1ヶ月ぐらい経ちました。こんな感じね。うわでね、1ヶ月経ってまあだいぶ自分的にも慣れてきてというか、こう最初のうちはこうカメラにこう映る自分とか見ててもあんま馴染まんかったりしたんですけども、まあそろそろ1ヶ月経って、なんちゅうかスキンヘッドにして良かったこと悪かったことがなんかはっきり見えてきたというか、まあ僕も一丁前にもスキンヘッドの人ということで自分自身慣れてきたわけですよ。なので今日はですね、スキンヘッドをこうしようとか、まあ興味があるとか、まあ坊主にしてみたいけどまあなかなかできないよとかっていう人のために、スキンヘッドにして良かったこと悪かったことっていうのを今日はお話したいと思います。まあいろいろこうネットとか見ててもね、こうスキンヘッドやろうと思ってどうですかとか、まあ実際に僕スキンヘッドにしたっていう動画にもまあ、僕もやろうと思ってるんだけどどんな感じですかみたいなコメントいただいたりとかしてたので、やっぱねやってみないとわからん世界やと思うんですよこれは。まあ、もちろんファッションでやる人とかもいるやろうけども、結構ねこう悩みを持ってねというか、まあ、僕の場合は円形脱毛なんで抜けがあるわけでない部分があって、でまあなんかその帽子かぶってない時とかなんかまあそれが開けっぴろげになるんでなんか嫌やなみたいな部分があったので、まあそれはね悩みが解消されたのがまず一つ、悩みが解消、まあ解消っていうかまあなんか気にしなくていいみたいなね、そんな感じ。ほんでね、あとねセットはしなくてよくなりました。まあそりゃそうなんやけどね。まあその分俺の前帽子だったりとか、まあ、服装とか、まあ、身だしなみだとか格好とかをなんかまあ気をつけるようになったというか、ほんでねあとはね初対面の人とかにすぐ覚えてもらえるというかね、まあちょっと話のネタにもなるしね、まあ逆もあるわけですよ。こうなんかスキンヘッド似合ってますねとかさ、そうなんか触っていいですか的なんがあったりとか、まあ、そんな交流があったりとか、まあ、なんかこうキャラにできるっていうか覚えてもらえる感じがします。まあどんぐらいの周期で剃ってるかっていうと、僕の場合今2日に1回、面白くてね、1日 0.4 ミリ伸びると言われている髪の毛ですが、 0.4 ミリがもうこんなんやけど、ほんまにねきっちり 0.4 ミリぐらい伸びてんの。2日剃らなくて3日目の朝とかも結構もうあれ普通の坊主の人やんみたいなぐらい毛は生えてます。僕の場合お風呂の時にこれもう女性もののなんか肌に優しそうっていうことで、女性もののこのヴィーナスね、これを重宝してます。これ石鹸ついててこうなかなかこう傷をつけにくいってやつを使ってます。また頭をこう触るっていう謎のこうこれいいことなんかな、謎の癖が増えましたねほんでスキンヘッドにして悪かったことね、その手間ですよね、毛を剃るのがめんどくさいっていうのはある。あとなんちゅうのあと、もう寒くなってきてるでしょ、季節がね、非常に寒い、頭皮で感じるっていうのはこう初めての体験なんで、ここがよく冷えるんで、もう急に寒くなったやん、だから非常にこれはね悪い、これはマイナス点かな。だからマフラーとかネックウォーマーとかちょっとした方がいいのかなっていうのをちょっと感じております。あとはねいらんいじられ方するっていうかね、なんか全然ねいじってくれていいんよ、全然ハゲキャラとかでも全然ツルツルとかね、この前なんかも知らん子にこう頭ポンとこう触られてなんか落ち着くってこう言われたりとか、もう全然可愛いもんなんやけど、まあ、ほんまだから下手なハゲいじりだけほんまにやめてほしい。まあそれで受けてくれるんやったら全然いいやけどな、人の頭いじって滑んのだけはマジ勘弁、迷惑、まあ、っていうのがまあ悪かったことなんですけども、まあそんななんか重大なスキンヘッドにしたから重大な悩みが増えたっていうのは全くないわけよ。あとは俺乾燥肌なんでこう保湿をこう頭の先まで気にせないかんくなった問題っていうのはあるよね。もうお風呂上がりもこうよ、塗りこう全身にこうローション、結果おすすめこの動画見てる人でね、もしスキンヘッドにしてみたいだとか、まあ、それこそ薄くなってきたからちょっと丸めようかなとか、もう俺と一緒でこう円形があるから丸めてみようかなっていう人がいたらもうやりゃいいと思うよね、とりあえずね。前ねスキンヘッドにしましたよって動画を見てたら、やっぱスキンヘッドこうやり方みたいなんとかいろいろこう検索で来てくれてる人が多かったんで、今日みたいな動画を上げてみました。ちょっとでもやろうと思ってるんだったらやってみて問題ないと思います。
怖がられるんちゃうかとかさ、惹かれるんちゃうかなって、そのやってないうちはこう思っちゃったりするんやけど、なんていうの、そんなんでこう去っていく人がもしいるんやったら、もうそんなんほっといたらいいと思うし、まあ、まずこう心身ともにこう健康にこうなるのが大事だと、何の話を真面目やな。はい、そんなわけで引き続きね、あのスキンヘッドの和田よろしくお願いいたします。あ、俺結局似合ってるよなってこう言っときゃ、まあ、それもネタになるしさ、また言うてますわあの人みたいな感じになるんで、もしやってみようと思う人がいたらぜひやってみてください。というわけで、スキンヘッドになった和田俊博でした。バイバイ。